さて、で、こういうふうに取れたものに対して、これであることを示せということなんですが、ちょっと狭いんですけど、これは有解数列が、収束する部分列を持つという時に出た議論をですね、もう一回使おうというわけです。で、そうするとですね、まず注意することは、この区間の選び方より、こうやってこの区間はだんだんこう小さくなる、区間ですね。こうですね。点点点点。どんどん小さくなります。小さくなるので、より、AN は、減少列になります。でも B1 よりも小さくなることはない。必ず B1 以上ですから、下に有解な減少列。から BN はっていうと、BN は、逆ですね。ごめんなさい。今のは BL の話ですね。BN は、ごめんなさい。BN は下に有解な減少列。それから、AN は、今度はこっち、A の、ごめんなさい。N は、増えていくんですね。AN は、増えていくんですが、B1 を超えることはないので、AN は、上に有解な増加列です。A と B の代償は B の方が大きいに決まっているので、ごめんなさい、こうですね。増加列です。なので、ゆえに、これ極限が存在する、それぞれに極限が存在するということが分かります。で、一方で、ちょっとここら辺、これ映るんでしょうか。ここら辺で、一方で、リミットの bn-an と、こういうのを考えますと、2の n 乗分の1の、1個ずつ取っていくたびにですね、半分になりますので、例えばこれは、a1b1 という区間の半分の長さです。こっちも半分です。で、どちらかを a2b2 と書いてますので、こう数字が1個進むごとにですね、区間の長さが、幅が半分になってますので、これは、最初の b-a から見ればですね、こういう形になってます。いいですかね。で、こう、ごめんなさい、こうリミットがつきますから、無限大。そうすると、こっちは定数ですが、ここは、0になりますので、これは0ということなので、AN も BN も極限を持ち、かつ、差が、その極限の差が0ですから、故に、極限は存在して等しいということが言えます。はい、次、40の9ですが、そこで、この、リミット極限を、アルファと置きましょう。で、回比複 u ラムダの中に、アルファがを含むような u ラムダが存在することを示すということなんですが、これはどういうことかといいますと、ここで閉集合というのを使うわけですね。アルファはリミットの an ですけど、bn でもいいんですけど、an、こういうふうに置くとですね、そうすると、an というのは、an はこれは、i の要素ですね。で、これは閉集合ですから、閉集合の集積点ということになりますので、閉集合の集積点ということになりますので、よりアルファは、この i に入らなければいけません。ですが、u ラムダというのは、この回比複ですから、これを含んでいます。ということは、アルファはこの u ラムダのどれかに含まれていなければいけないと。より、こっち行きましょうか。ある u0 という、人がいてですね、この中に u0 という人がいて、どれかに含まれているよというようなことが言えます。
はい、40の10番、U0 は数 α を含む回集合なので、そうですね、 U0 は回集合でした。ということはある正の数があって BRα というのは U0 に含まれなければいけません。これは回集合の定義です。ですね。はい。で、40の11に行きますが、α というのは AN のと BN の、極限でした。で、そうすると十分大きな N に対してこうであるということを示せということなんですが、この極限だという式を書いてみましょう。で、普段はイプシロン N で書くんですが、今ちょっとあの R がいますので、この R を使って書きますと、まあ、この、R、まあ、R 正ですね、に対してですね、この R 正に対して、ですね、ある番号が存在して、その番号より大きい n に対しては、まあ、あの実はこの番号 n しか使わないんですが、まあ、一応収束の定義を一応書いておくことにしますと、an と α の差は r 以下、それから bn と α の差も R かって R 未満ですね、であるということが言えます。で、そうするとですね、α との、距離が R 未満、α との距離が R 未満ということなので、AN も BN も、この、これから AN と BN は、半径 R の、まあ、ここに入っているということが言えます。ということは、この区間もここに含まれるということが言えますので、まあ、特にまあ小文字の n の代わりに大文字の n を使いますと、まあ、これはここに入っているよと、これですね、いうことが示せます。さて、いろいろと何か言われるままにやってきましたが、さあここでいきなりこう矛盾が生じるということなんですが、まあ、どういうことでしょう。まず A1B1N2B2 の持つ性質、これ何でしょうね。持つ性質というのはこうたどってきますと、これですね、閉区間を取っていて有限部分回避符を持たないような閉区間の列を得たということなので、まあ、40の7により40の7より、AN と BN は有限部分回避符、回避符を持たないものとして選んだ。選んだんですね。一方で、ANBN というのはこれは、U0 に含まれる。しかも U0 というのはこの U ラムダたちの、一つです。であり、まあ、これは、ANBN の有限部分回避符である。これっていうのは U0 ってことですね、部分回避符である。そうするとこっちは持たないと言ってるのにこっちはであると言ってるので、したがって矛盾ですね。ゆえにこれは I がコンパクトでないと仮定して始めましたので、矛盾が出ましたので I はコンパクトということが証明できました。以上です。